君ならば私を選んでくださると思っていました。そうよね、私以外に誰を選ぶって。教官、私が必要なの？レッドフード、出撃するぜ！さて、何を着ればいいのかね。明日には潮が引き、また道ができるでしょう。いたずらに体力を消耗する必要はありません。素材探しの途中で気づいたことですが、魚や海藻が道の中央まで打ち上げられていたり、潮水の跡が岩に残っていたりしたものは、おそらく潮の満ち引きと呼ばれる現象の跡なのでしょう。岩に残っている潮の跡から推測する限り、ここまで水が来ることはないかと。ですから慌てる必要はございません。こちらにお座りください。私まで落ち着かなくなってしまいます。当然のことです、大したことはないと分かっておりますから。さあ早く。寒くはございませんか？隣におかけください。もしや私のことを避けておられますか？でしたら隣においでください。お茶を入れて差し上げます。ええ、地上の海を眺めながら一服というのも風流かと思い、アークから持ってきております。作り置きですので味は少々落ちるかもしれませんが、雰囲気も味のうちです。お先にどうぞ。お口に合いましたか？立派な茶器も盆も茶菓子もありませんが、これもおつなものでございますね。それに何よりも誰もいない場所で君と二人きりですから、忘れられない思い出になりそうです。あ、動かないでください。ワカメがついておりました。海に来ているのだと改めて感じますね。何でしょう？何が違うのでしょうか？はい、他にはございますか？それだけのはずがございません。今この場にいるのは君と私だけ。この世界にただ二人きりということですから、誰の目も耳もありません。ですから私は思いのままに振る舞えるということです。
私がお守りします。これで君と静かな時間を楽しめますね。夜の海はとても美しいと聞きました。一緒に散歩などいかがでしょう。明るいですね。よかった。少し歩きましょうか。君、お手を。君の手は大きいですね。背も高くて肩幅も広い。立派な体格ですね。頼もしい背中です。どこがでしょうか。いつもなら想像もしないようなことを口にするのはとても楽しいですね。お答えをいただけますか。君の目には私の何が美しく映ったのでしょうか。そうでしたか。君は人の内側にある美しさを見ているのですね。無論それだけではないと思いますが、思慮深いお答えです。面と向かって褒められると照れてしまいますね。しかし君はそうは見えません。やはり褒められることに慣れておいでなのでしょう。君がこの桜のものになるか、それが最近の一番大きな悩み事です。大事を背負っているお方ですから、ある程度は目をつぶるつもりですが、ここだけはこの私だけのものです。肝に銘じておいてください。ついてなかったな、お前ら。これで君と静かな時間を楽しめますね。はい、以前から興味があったのです。私は
完成されたものばかりを見る身です。自分で作ったものを手にしたことがありません。ですから一度やってみたいと思っていたのです。材料はいくらでもありますし、失敗しても痛くありません。また作ればいいだけのことです。初心者向けの素材ですね。そうですね、手始めに生命界の屋敷を作ってみましょうか。やってみないことには分かりません。それに屋敷のことは外も内も全て把握しておりますから、理論上は完璧ということです。では始めてみましょうか。繊細さと忍耐の賜物です。茶の湯と通じる部分があるのかもしれません。君もやってみませんか。よろしければ私の後ろに座ってください。君の手を取ってお教えいたしましょう。急ぐ必要はありません。ゆっくりと少しずつ指先で整えていくのです。お上手ですね。このまま穴を開けてみましょうか。上手ですね。どうでしょう。さ、続けてください。その通りです。ええ、私の組織生命界の先代当主は私の父でした。私はそれを引き継いだだけです。私は幼い頃から、鋼の体となる前から、組織の垣根の中で育ちました。何一つ不自由することなく、大切に育てられました。私にとって、組織は世界。私のためにある、完璧な世界だと思っていました。後ろ暗い部分があることは分かっていました。しかしそれもまた私の世界の一部に変わりありません。しかしある日を境にそれが終わりました。当主であった父が病に伏したのです。それがアークの技術でも治せないものと判明した時、当然のように世継ぎをめぐって大きな争いが起きました。私は知らないよそ者に屋敷の敷居をまたがれたように感じました。身内はもちろん、組織を狙う外部の者も現れ、醜い策謀が飛び交いました。その時私の世界は汚されてしまったのです。先代当主は全てを手にした方でしたが、真っ当な跡継ぎだけは手に入れることができませんでした。何人もいた子供たちも皆大人になりきれず命を捨ててしまっていました。私は先代当主の築いた世界を壊されたくありませんでした。しかし私はか弱いただの少女でした。獲物を手に屋敷へ押し寄せてくるような人々に抗えるような力はありません。ですから私も武器を取ることにしました。当主が亡くなった日、私は自らニケとなることを選んだのです。
私に任せな。まさにベンデッタね。難しいことではありません。私のすることは懐の刀を胸に刺すだけでしたから。それからのことは簡単に型がつきました。私は己の世界をよく理解しておりましたから。垣根を越えてきたよそ者たちはたやすく追い払えました。疲れを知らない不死身の体があるなら造作もないことです。先代当主に仕えていた手下たちは残り、私に忠誠を誓いました。そうして私の世界は守られました。しかし当主となって改めて辺りを見回すと何もかもがもう出来上がっていたのです。忠実な手下、立派な屋敷、裏社会での権威、組織への畏敬、私が手出しする必要は何一つとしてない完成された世界でした。そこに私が何かを望むことなどありません。すべてが揃っていましたから。私は組織で、組織が私でした。いいえ、まったく組織のすべては私のために存在し、私のすべては組織のために存在します。そこが外の世界と切り離された私だけの世界です。不満はありません。むしろとても満ち足りています。そう思っていたはずでした。私の世界に君が欲しいと思ってしまいました。しかしそれは叶わぬ話です。無理を通せば私の世界は壊れてしまいます。私は日陰に生きる者、そして君は中央政府に将来を期待されたアークの希望話にもならないでしょ。根本から違うのです。私は黒、君は白。いいえ、むしろ限りなく白に近い灰色でしょうか。だからこそ手を伸ばしたくなるのです。君が混じり気のない白であれば、この気持ちは心の内にしまっておけたでしょうね。そう考えてしまいます。白と黒は相入れない。でももしかしたら灰色なら黒と混ざるかもしれない。そうして揺さぶられているのです。いっそ私の世界を壊してしまえば。聞き心地の良いことばかりおっしゃってくださいますね。そうはなりません。お分かりでしょ。それでもピンクのイルカなどという迷信にすがりついてしまうほど、何も失わず欲しいものだけを手に入れたいと願ってしまったのです。心から迷信が迷信に過ぎないと分かっていても、私はこれほどまでに君を揺れております。君を何としてでも手に入れたいと、それが
私の世界の終わりとなっても構わないと思うほどに。ですが、この桜は辛抱いたします。組織と君の両方を手にする方法が見つかるまで、私は欲しいものは全て手にしなければ気が済まないずるい女です。ですから君は変わらずにいてください。そうですね、それこそ写真のように美しいお姿のままでそこにいてください。そしていつの日か私のやり方で全てを手に入れられると確信できた時、君を夫として迎えに上がります。その時まではもう揺らぎません。月が綺麗ですね。まだ夜は長うございます。もう少しこの桜にお付き合いくださいますか。私に任せな。指揮官、とっても可愛いです。がっかりなんだけど。見つかった。あ、何が。あの島に行く道。道は一本しかないって。他にはないの。本当に。じゃあボート出してよ。ダメだね、こんな浅瀬じゃボートの底に穴が開くよ。じゃあこのまま放っておく気。桜とダーリンが一緒にいるのに放っておいていいの。じゃあどうしようってわけ。あの二人がいるところに押しかけてどうすんの。それはあんたが割って入れば仲違いさせられると思う。障害があると余計に燃えるっていうじゃん。逆効果になっちゃうかもよ。そんなレベルの低い邪魔はしたって無駄。あなただって嬉しそうに餌を取り上げてたじゃない。ちょっと意地悪したくなっただけ。二人きりで楽しそうにしてたからさ。私だって同じだよ。どうだか本気で引き剥がそうとしてるじゃん。とにかく今晩はもうあの二人のものだから、おとなしくしとくべきね。よく意味がわかんないんだけど、譲るってこと。そんなの無理だろうね、あんたには。でも私は自信あるんだ。これぐらいのハプニング一発でミスターが持っていかれたりはしないよ。いや、取られたっていいの、また取り返せばいいだけだし。そんなの面倒じゃない。最初から自分だけのものにしとけばいいでしょ。
ねちっこいね。何か言った？ねちっこいねって。そもそもあんたのもんでもないのに、誰かが手を出したからって血まなこになってさ、疲れるんじゃない？その生き方。だいたい笑っちゃうよ。なんでそんな大騒ぎしてんの？欲しがりのガキじゃあるまいし、毒蛇って呼ばれるには理由があるってことね。ま、泳いで行ってみれば？私は一杯引っ掛けて寝るからさ。待って。やだね、もうあんたに言うことはないよ。待ちなさいよ。ずっと言ってな。あなたも私をバカにする気？そうなのね、泥沼でもがいてる虫けら程度に思ってるんでしょ。でもあなただって所詮同じだよ。それ以下かもね、チンピラのクズ。今なんて言った？聞こえなかった？チンピラのクズって言ったの。立ち止まったってことは自覚があるみたいだね。マジで何？何だって急に喧嘩売ってくるわけ？相手間違ってない？先にふっかけてきたのはそっちでしょ？もう忘れちゃった？私はただ事実を言っただけだよ。偶然？私も。言葉には気ぃつけな。多めに見てやるにも限度があるから。ほらほら、また命令口調で話してる。私はあなたの手下なの？何でもあなたの手下に見えてる？それとも私がただのアウターリムの情報屋だってバカにしてる？私はね、あなたの手下じゃないの。当然あなたの下でもないし。そう？そりゃ知らなかった。教えてくれて助かるよ。そのお礼に、あんたが私の下だってことしっかり分からせてあげる。君の望みを私が叶えて差し上げましょう。思ったより抵抗が激しい。指揮官、とっても可愛いです。これで君と静かな時間を楽しめますね。エキゾチック、私の所属する部隊、それがアークという世界で与えられた
私の階級。仕事は簡単だった。アークの吐き溜め、アウターリムであらゆる情報を集め、中央政府に報告すること。全てはアークに危険が及ばないように、アウターリムが崩壊しないよう調整するために。アークにはゴミ捨て場が必要だから。アウターリムは汚い、狭くて光も入らない。泥沼のような路地をさまよい、情報を取引する。誠実ではいられない、善良ではいられない。そこは泥沼だから、誰もが自分の利益のために他人を利用することをためらわない。私は生き残らなければならなかった。私がアークという世界で与えられた階級がこれだったから。だから騙した。嘘をつき、仲違いさせ、裏切った。私は泥沼であがいた。そしていつからか私は毒蛇と呼ばれるようになっていた。やがてアンダーワールドクイーンがアウターリムを取り仕切るようになった。アークの闇の管理人、誰もが恐れる闇の象徴。でも私の目にはそれさえ輝いて見えた。憧れはすぐに嫉妬へと変わった。やると思った。あんたが考えることなんてお見通しだよ。バカにしないで。なんでバカにされなきゃいけないの？あなたと私何が違うの？ねえ、私と同じ汚いものを押し付けられてるだけでしょ。なのにどうしてあなたはそこにいて私はここにいるの？あんたがそんな風に生きてきたからだよ。生き残るためだったとかいう言い訳はさ、もう聞き飽きてんだよね。泥沼から這い上がってきた奴らに聞かれたらぶっ飛ばされるよ。じゃあどうしたらよかったの？首にあるチョーカーが見える？これがなんだかわかるでしょ？ご立派な飼い主様が私につけた首輪。人に言えないようなことをさせといて、できなかったら爆破するって脅されてるの。選ぶ自由があったと思う？私だったら引き裂いて死んでたね。言うだけなら簡単だよね。あなたがそう言える理由わかる？そんなことには絶対ならないから好き放題言えるんだよ。あなたは全部持ってるから。全部持ってるって？私が生まれた時から何でも持ってたとでも思ってる？少なくとも私みたいに何もない状態で泥沼に捨てられはしなかったでしょ。そんなのずるいよ。私だってこんな風に生きたいわけじゃない。こうなっちゃったの、私の意思とは関係なしに。バカなアークがそう決めたせいで私はこうなっちゃったの。もう本当やだやだ。アークなんてなくなっちゃえばいいのに。そうすればみんな同じになるよね。イカれてんの。あなたはアークが好き？当然よね。そこで美味しいワインを飲んで、部下を使っていい服が着られてる。やりたいことができてるんだから。ボートの運転とかサーフィンとか、私は習おうと思ったことさえなかった。あなたはしたいと思えばいつでも水泳用のボディに変えてアークの中で何でも楽しめるでしょ。私が持ってるものなんて
古い携帯ぐらい。トレンドが過ぎた古い雑誌を拾って知ったかぶりすることしかできないの。冗談じゃない。あんたは自分の足で泥沼に入ったんだ。抜け出すために何かした？私から見たらあんたはあがいてもいないんだよ。一つ聞くけどさ、あんたなんでここに来たの？なんで写真を撮ってるわけ？あたしらの面でも撮ってどっかに売るつもり？え？そうとしか見えないんだって。あんたが自業自得で作っちまったイメージだよ。そうならないようにするチャンスはいくらでもあったはずでしょ。あったかもね。でもだから何？今日を生き延びないといけないのに、そんなこと気にしてる余裕ないよ。あなたにはあったんだろうね。それを手にする時間もチャンスも力も。あなたは自分が暗いところにいるって思う？私から見たらすごく輝いてるよ。眩しすぎて羨ましくて全部壊したくなっちゃうくらい。どうして私はダメなの？教えてよ。どうしてあなたは、あなたたちが許されて私は、私たちはダメなの？何が違うの？ねえ。少し運が悪ければあなたは私になってたし、その逆もあったはず。その程度の違いなのに私がねちっこい？自分のじゃないものをなんで欲しがるのかって。私のものが何もないから。何でも持ってるあなたに分かるはずないでしょ。ねえ、携帯壊れてるよ。これだけが私のものだったのに、これも壊れちゃった。海なんて来なきゃよかった。ねえ、止めないでくれる？泣いてないってば。